北レウラ大橋は、茨城県鹿島市と、行方市を結ぶ、北浦に架かる、茨城県道186号、新井行方線の橋である。北浦大橋の航空写真。写真上部が、行方市、下部が、鹿島市。2012年4月撮影。北浦のちょうど真ん中に架かる、淡水湖に架かる橋梁としては、日本第2位の長さを誇る。総工費約103億円。 愛称はサンブリッジ。横浜ベイブリッジのように北浦サンブリッジとは呼称しない。開通を記念して、これから観光のニュースポットにと両対岸の水橋、阿蘇観光協会と旧大野観光協会共同で愛称を募集したところ、海外を含めた全国から8507通の応募があり、名称も様々でカタカナ、ひらがな、 漢字を合わせた6,104種類に上った。審査会は、両観光協会をはじめ小工会、青年、婦人、高校生、中学生代表ら17人で行われ、41人の応募があったサンブリッジが選ばれ、この中から抽選で、麻生町の高校生が最優秀賞に選ばれた。この高校生は、公安理由を、茨城で太陽のような存在になってほしいからと、 語ったという。審査会では、その他作に入った、スワンブリッジ、ホワイトザウルス、北浦サンブライトブリッジなどが候補に上がった。第1位は、滋賀県大津市と森山市を結ぶ琵琶湖大橋である。道路の共用の開始、茨城県法第、第625号 P2。ありがとうございます。